はいどうもゆうじです今日はこちら対転売や効果は抜群だというお話です 最近は社会問題にもなっております転売ヤーなんですけれどもその対策が各小売店の方で様々行われていることは皆さんご存知だと思いますじゃあその対策って実際に転売ヤーに対して影響を与えているんでしょうかというところからのお話が今回の動画となりますよかったら最後までお付き合いください ちなみに結論から言うとめっちゃ効果あったみたいですというお話にはなるんですよ、まあ、どういうふうに効果があったのか記事になったりしておりますのでご紹介させていただきたいと思いますえタイトルの方が PS5 の転売対策にゲオ・梱包材にバツに×印記入買い取り業者は中古と査定ゲーム機プレイセンション5で横行する高額転売 メディアショップゲオや家電量販店の島では PS5 の抽選販売にあたりある対策が実施されている販売時に PS5 の同梱物に何かを記入したり内容物の袋を取り去ったりするのだ一部のゲーム機買取業者は箱などに何かが記入されている場合には PS5 を買い取らないあるいは中古品として査定すると発表している でこちらがですね、中華系買い取り業者の一つなんですけれども、そこにこのような記載がございます。この尾行のところ、ちょっと見ていただきたいんですけれども。 え箱や内容物にペントで何かしら記載のあるもの内容物の袋がないものは買い取いたしかねますという風にはっきり記載してあるんですねまあ、つまり野島で対策をされたものですとかゲオで対策されたものそういったものについては買取しませんよという風な発表なわけですこういった野島とかゲオの対策について本当に効果あんのかっていう風うに思ってた方もね結構いらっしゃるんじゃないかと思うん んですけれども実際こういう風な形で結果はね俺結構出てると思うんですよ。日本国内の市場においても半導体不足の影響を受けてなかなかね需給のバランスが整わないっていうことは皆さんもご存知だとは思うんですけれどもそれに拍車をかけてるのがこういった中華系の買い取り業者がどういったルートか知らないけれども中国にこういったね買い取りをして横流しをしているような状態なわけじゃないですか。そういった 行為を少しでも潰すことができているという状態になってるわけなんです。 今現在は一部の買い取り業者の対応にしか過ぎないとは思うんですけれども今後ねこの動きは俺は広がっていくんじゃないのかなというふうにも思っておりますまあむしろそうなってくれた方が <laughs> 嬉しいなと思って <laughs> だってこんな中華の買い取り業者に渡ったらさ日本国内で出回るはずのものがさ海外行っちゃうわけでしょ中国渡っちゃうわけでしょそんなんされたら困るよねいつまでたっても欲しい人手に入らんやんっていう話になっちゃうわけですよそううういいった状況がねこういう対策 で少しでも改善されているんだなっていうことが分かることについてはすごくいいことだというふうに俺は思っておりますゲオは公式アプリで2021年11月22日から25日に申し込みを受け付けた PS5 の抽選販売で転売防止のため店頭で受け取り時にコントローラーの梱包材に客にバツ印を記入させているゲオホールディングス広報に取材した 転売における商品価値を下げる目的で罰印記入策を実施しているという今回が初の試みでまだ効果は測りきれていないただこうした転売防止策を行っている他社での対策実績が効果的という認識のため今回ゲオでも実施したと語った現状は 次回の抽選受付自体が未定だが今回も市場の動向や消費者の声も参考にしながら転売対策を検討していくゲーム機などの買取サービス業者のサイトを見ると PS5 の箱や内容物にペントで何か記載があったり内容物の袋がなかったりしたら買い取らないと告知しているところがあった箱に名前入りコントローラー袋に×印の場合は中古品として査定するという業者も見つかったそうこのね 対策について疑問視する声って上がってたりするんだけどこれって実は転売ヤーサイドから上がってたりすするんですよ例えばねもうこれなんか典型的な例なんだけどもこういう感じで言ってるわけですよ。 え野島の PS5 の転売対策ですが大打撃だこれは無理だと思っているごく少数の転売ヤーもいると思いますが基本的には転売対策としてはあまり無意味ということを野島も一般の方々も理解していない PS5 は国内に限らず世界中で品薄のため対策はかなり厳しいっていう風に言ってるんですよいやだったら中華系の買取業者がね <laughs> そういうペンで記載してあるもの買取しませんよなんて言わんや っていう話なんですよ何でも買い取りますよっていうはずなのにでもそういう対策がされてるものに関しては買い取りませんよっていうふうに言ってるのはあななたのの言っっっててる状況ととははちょっと違うううんんじゃないのっていう風に俺は思うんですだってどんな品物でも PS5 だったら仕入れたいって思うわけじゃないですか本当に品薄でねたくさん欲しい人がいてどんな状態でも買うんだっていうんだったら別に箱になんか書いてあったって品物自体には特に影響ないわけだからね性能 ちらに何も影響はないんだからそれでもいいやって普通思うはずなのにでも買い取り業者はそういったものは買い取りませんもし買うんだとしたら中古扱いとしますよっていう風になるのはこの人の言ってる状況ではないということだと俺は思うんですよだからこうやって強がりを言ってそんなことねえよってそんなことされたってこっちでは何の影響もねえし っっっっっててててていいううう風風ににままあ、強がって言ってるだだけなんだろうなんろううは思っております、ね、つまりこういうことをツイートしたくなっちゃうっていうのはあのめっちゃ聞いてるってことなんだと俺は思ってるんですよ超聞いてんじゃねえのかなと思ってうわマジめんどくせえってちょっと空気感変えてえなーと思って少しでもねあのー、俺そんなの聞かねえしっていう <laughs> こういうツイートなんじゃねえかなって俺は思ってるんです。まあ、こういった対策も大変有効だとは思うんですけど、そもそも転売ヤーがなかなか手に入れられづらい状態にもなってきているっていうのが実際のところだと思うんですよ。その小売店によっては本当に転売ヤーとおぼしき人間には販売しないというような、その… 制度設計をしているところもあるのでかなり転売ヤーとしては手に入れられづらいような状況にはなってきてるわけなんですよ。まあ、そもそもの話転売、まあ、ヤーがいなければこんなことしなくてもいいっていう話にはなるんだけれどもまあダニみたいな連中はねやっぱりどこにでも沸くので <laughs>。 まあ美味しくない界隈だっていう風に認識されるまで、こういったことを続けていくしかないのかなっていう風には思います。まあ、各業界でね。どの業界でもうちの業界では転売したって美味しいことありません。よっていう風なところを続けていけば、もう商材なくなってくる可能性もあるわけ。だからまあ、まどもうね。全ての。 その業界でこういったことをして転売ヤーの存在は許しませんよっていう風潮がねどんどん広まっていっていただけることをまあ切に願うばかりでございます野島での PS5 販売時購入者の名前を油性ペンなどで箱の内外に記入させるこんな転売防止策が店内で行われているとの投稿が2021年11月に Twitter 上で話題となった添付画像に写っていた野島の店内告知には 会計時に同梱のコントローラー包装袋を破棄するとの説明もあった同月26日付のネトラボはこの件を野島に取材記事内の野島側の説明によると名前書きは商品の海外への流出を防ぐためのもの名前が記入してあるだけで買い取り価格が1万円前後下がる場合があるという これはね、以前私も動画で記事の方をご紹介させていただいたと思うんですけれども、その時は確かにこうやって買い取り価格が1万円前後下がるというような説明をされていたと思うんですけれども、今現在においては、買い取りすらしませんよという業者が現れているということで、非常に効果は抜群だということなわけです。これだったらさ、費用もかからずに手軽にね、 対策ができるしお客さんとしても一般のね普通のお客さんとしてもまあ非常にいいことなんじゃないかと思うんですよ。で中古での買い取り買い取り価格が1万円前後下がるって言ってたんですけどもう中古での買い取りの場合1万どころじゃ効かないらしくて今ね もともと値段は下がってるんですよ。先日からだいぶ下がってて、もう10万超えて買い取りなんかないんです。で、そこからさらに下がるっていうことで、かなりね、PS5 のこの転売に関してはうまみがなくなってきてるので、この流れはね、どんどん続いていってほしいなとは思ってるんです。まあ、今後どうなるかわかんないよ。わからないけれども、 こういった形でずっと続いていっていただければ、まあ、ほとんど転売する意味はないよねっていうことで転売ヤーが1人減り2人減りっていう状態になってくれて一般消費者のもとにもっと届きやすい状況が出てくるんじゃないのかなというふうには思っております。ていうかさあの転売ヤーのやってることって本当あの市場経済の邪魔でしかないと思ってるんですよ。 ね、PS5 を転売ヤーが転売することによってなかなか市場に出回らなくなってるわけじゃないですかそうやって買い占めてね価格を吊り上げているわけなのでそうすると本体がさ こう市場に出回らないで一般消費者の手元に届きづらくなってることでそのソフトの開発っていうのも進まないわけですよそうすると PS5 の人気っていうのもなかなかねこう高まっていかないっていう状況にもなり悪循環を生み出しているわけですよこの転売ヤーが。 でもそんなの関係ねえっていうことで自己の利益のみを追い求めているのがこの転売ヤーなわけじゃないですか不要だよねやっぱりねあのこのの社会においいててダニででしかないと思ってるんですよ俺はだからそういったものは早々に駆逐されるべきだとは思っているのでこんな方法で稼いでいる人間を俺はまっとうな社会生活を営んでいるというふうには正直思えないんです。 なんかね一部のこの自称経済学者みたいなじいさんがさその転売についてたわごと言ってたけれども。 俺はそれは間違ってると思うんだけどな <laughs> と思ってて本当に経済学者ですかっていうふうにちょっと問いたいところはあるんだけれども今現在これだけの悪影響は出てるんですよっていうことはね知ってもらいたいなぁとは思っております法律論でいけばその法を犯してるか犯してないかで言えば犯してないのかもしれないですよでもね法律はあくまでも最低限度の倫理であって それを基準にして考える世の中ではもうないっていう話。 っていいいううこととをね、まあ、理解した方がいいと思うんです今ほとんどの一般消費者に関してはその最低限度のレベルで話をしているんではなくて今現在の社会生活においての考え方その最低限度の考え方はこの辺りだよねっていう少し上のランクでの話をしているのでそのランクの違うところで話をされてもみんなそうだよねっていうふうにならないよっていうことは まあ理解した方がいいんじゃないかなというふうに思う次第でございます皆さんはこの件どのように思ってらっしゃいますでしょうか何か思うところがございましたら是非コメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思いますあとはこの動画がいいなというふうに思っていただければ是非チャンネル登録をお願いいたします以上